はい、では先方席についてスタートボタンを押して始めてください。どうぞ。いやー、だいぶバタバタしてしまい申し訳ございません。で、本日5チーム、ちょっとチーム1個増えまして5チームということになっております。残り今対戦して対戦というか試合していないのは、対戦していないチームはロイソル、モッチーソル、ハメンチューベッドマンのチームになりますので、まあロイさんとモッチーさんは顔も分かりますし、あとハメンチューはここにいますし、まあ、大丈夫だと思います。それでは行きましょう。本日6月21日土曜日、固定 3-on-3、リーグ総当たりとなっております。まずは 1P 側、アセンチームですね、タコスチップ、いちごマルチップ、ラムレバタコラムレザルのチーム、先方タコスチップ。対する 2P 側、アインカイ、サトゥーミリア、ナゲファースのチーム、先方サトゥーミリア。さて、先鋒戦がミリアチップというかなり一発目から早い試合になりますが、元老山からもう一回、これは立ち合いからキキャン使った。ちなみに一本選手してるのはサードミリア、アルファで駆け抜けていく。サトゥーは慌てない。金エスキャンから相打ち、相打ち、ロッケ中断、走っていく、ジャンプでカウンター。あ、見えない、見えないです、見えないです。走るアルファブレード、削岩からまだ残るが裂傷が当たる。取り返すタコスチップ。最初ラウンドベータ、これは攻撃判定が終わったところ金エスで取っていって画面端、足払いはシークレット画面、しかもしゃがみくらい蹴るんだけど、まあ、さっきの通算ダメージがあるか。新キロ、さあ体力差が結構ついている。逃げていくミリア、とりあえず針をサイレントフォースを拾わせないように立ち回るが、遠距離エース、足払い返して裏ジャンパイスラーガード、ロッカイスラー前に出て下段消える。ロッケからジャンパイスラーが当たってるけどベータが当たらない。張り付いてクナイ投げてダスト着地、そのまま決めきって、まずは先鋒戦勝ったのはサドミリア。さらに早くなったね。さて 1P 側、中堅にいちごマルチップ、チップ2枚目ですね。ランクダウンマッチ、Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。中堅先鋒戦、ミレチップ2回目投げて、もう1回投げて、今度は出るバトム中段バースト、タスケからタスケじゃない 2K から、足払い返してレッショ新キロ、ジャンプゲインになってしまうがアルファが受け身狩りっぽくなってる。 2K 裏ジャンパイスラーガード、ジャンパイスラー攻守が入れ替わるが、いてのカウンターもらった。S、ハイ、サイレントから投げは通らない。ベータ、赤、6回からバスト、地上戦になる、空中投げ重ねてラストガード、投げてるのチップ消える、投げを飛ぶ、ジャンプ D はノーマルヒット、裏ジャンパイスラーが1段だけ飛び回る。
そして前転2回から投げ落として、まずは1本目サトゥミリア、ダッシュキンエス、先制はチップ KD アルファ追加、テーラジャンパーすら、しかし投げてるのはミリア、裏に回ってジャンプ K 中断、サイレントから置き攻め続く 6K 着地 6K、 思わずバーストを伝う、走っていくバックステキンエスと2段目のエメラルドレインがダウンオイチになっている、エンエス立ちハイ空中ヒット、エスタンデム黄色から、体力はミリア有利、投げてるのチップ、キンバースト合わせる、足バレアを 6K の下段無敵でかわしている、そして裏に回ってエスタンデム、勝ったのはサトゥミリア、噛んでないよ。なんだろう、ペルソナ4のマーガレットみたいになってたけど。さて、ワンピン側大将の、バタコラムレザル、2K から低空ダッシュを2敗で相打ち取っていく、バスト、まずは S 設置ハイスラー設置からジャンプ D 受け身狩り空投げ、相打ちからラムレザルの低姿勢が思った以上に低いとバタコ本人も言っていましたが、 D から S ハイサイレント6回すらシークレットガーデンダッシュでハイジャンプ、うまく抜けていったが体力リードはミリア、6回から裏に回ってダストガード、ハリーを拾わせない、画面端に押し込んでデッドアングルから下段様子見から 6K は空中ヒット、そして受け身狩り空投げ、死なない、残りドット、バックステニエサイレントポス引っかかる、まずは1本目サートミリア、エンエスからダウン2敗すら、テイクダッシュが出ないか、エスタンデム黄色からバッドムーン中段バースト、さあ2敗だっけか、多分あ2敗だよね、 2S2 敗だもん、 2K 当て投げ、これは当たらず、S ハイ画面端 6K が立ちくらい、 DS ハイスラまで勝ったのはサドゥミリア、サンタデー、なかなか良かったあなた、ミリアウィンストレイト、技が荒い、本当に感情がないものの攻撃ならばこれほど制裁を書くはずもない、